クリストファー・マッカリーは、アメリカ合衆国の脚本家、映画プロデューサー、映画監督、ユージュアル・サスペクツで、第68回アカデミー賞脚本賞を受賞した。ニュージャージー州プリンストン・ジャンクション生まれ、同地のウェイスト・ウィンザー・プレーンズボロ南高校の学友には、監督のブライアン・シンガー、俳優のイーサン・ホーク、ミュージシャンのジェームス・マーフィーがいた。進学はせず、 補助教員として、西オーストラリア州パースの寄宿学校に勤め、その後オーストラリア大陸西部をヒッチハイクで巡った。1年ぶりに、米国へ戻ると、ニュージャージー州の更新所で4年間働いた。1992年、ニューヨーク市警察へ進もうとしていた矢先、シンガーからパブリックアクセスの脚本執筆に誘われ、翌年、サンダンス映画サイングランプリを受賞する。 再びシンガーと組んだ1995年のユージュアルサスペックスで数多くの賞を受賞。同作はニューヨークタイムズの2004年過去最高の映画戦や全米脚本家組合の2006年最高の映画脚本101にまで名を連ねた。その後数年間は X 面を含むスタジオ映画のリライトや マーティン・スコセッシとレオナルド・ディカプリオのために用意されたアレクサンドロス・サンセイの生涯を描く脚本のピーター・バックマンとの共同執筆に携わった。2000年には脚本と監督を務めたベニチオ・デルトロ、ライアン・フィリップ、ジェームズ・カーン主演の誘拐犯が公開された。その後ジョン・ウィルクス・ブースを描く脚本にディラン・ハスマンと太平洋戦争の壮絶な終焉を描く。 ザラストミッションにネイサン・アレグザンダーとそれぞれ企画段階で関わった。マッカリーとアレグザンダーは1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件を描く脚本の執筆のためにクラウス・フォン・シュタウフェンベルクの遺族に接触した。シンガー監督トム・クルーズ主演のワルキューレは最終的に2008年12月25日に公開された。 2010年に放送された NBC のテレビドラマ、パーソンズ・アンノーンではクリエイターを務めている。スター・ブレイザースでは、制作のスカイダンス・プロダクションズへ、自分から企画を持ち込み、監督を務める予定である。ありがとうございます。